ちょー、なんでいたよ、カラメちゃん。そりゃここのバンドな、余計ちっちゃく見えるっすよ。どれがちっちゃいだい。もちろん身長のことっす。何のことだと思ったんすか。じゃあ、ごっくらくごっくらくなんてね。ん、誰かいる？ドア。いえいえ、でも、うん、さっき服を着たままこっち覗きましたよね。え、はい。ってことはつまり恥ずかしがり屋さんってこ。残念な美少女というやつだ。いえ大丈夫ですよ、そんな恥ずかしい姿を見せてないですし。いえ見ました、それに関してはバッチリ。ごっくらくごっくらくとか割と恥ずかしいセリフを連発なさっていたし、あんな恥ずかしいセリフ女の子なら絶対人に聞かせた。汚れは全て洗い流し、銭湯だけに。汚れは全て洗い流して銭湯だけに。いや、ずっと使ってるとのぼせるっすよ。君がいるから出られないんだよ。大丈夫っすよ、先輩のものは見慣れてるので。僕が気にするの。それにしても肌すごく綺麗ですね、まるでシルクみたい。え、はあ、本当に美しいもので例えないと。肌 iPhone10 みたい。なんとなく伝わりはしました。本当ですか、ありがとうございます。この人なんとなくナサ君に似てですか。え、あー、そうですね、親族です。あ、なるほど。できるっていうのに。あ、あれ、僕は今なんか妙にリアリティのある夢を。でも可愛かったわよ。あ、おはよう、ナサ君。あ、アヤさん、ようやくお目覚め。先ほどはどうも。可愛らしい子ね。アヤさんとはどういう関係なの。え、あ、中学の同級生だよ。ナサ君にはね、さらにゆるキャラの声を担当したアイドルと駆け落ち、いよいよ一家全員路頭に迷いそうになったその時。待って、ツッコミが追いつかないから。愛想、いや素材が良かっただけですよ。でもあの時誰も助けてくれなかったら、親戚も知り合いも誰も。こちらこそありがとうございます。いつもありがとう。こちらこそいつもありがとう。それじゃあナサ君、またね。お邪魔しました。ね、あやさん中学の頃から超可愛くて大人気でさ、高校生になってますます可愛さに磨きがかかってきたみたいな。もうプロポーズもない結婚なんて最悪っす。もしかしてそういうのがない結婚についてやはり残念な気持ちになっているのか。あのじゃないから。これは相当気にしてるな。いや、まあ確かに綺麗で可愛いし、憧れる気持ちはわかるっていうか。お、私も可愛いって言われたいなって。なるほど、ウェディングドレスは